花王さんも絵心に自信があるってさっき聞いたんですよ、うん、いやまあまあまあその辺の人よりはちょっと上手いぐらいのレベルですよ。大丈夫、ここ対決しようかなと。お、いいですね。お、これはなかなか無謀な無謀なお題を取るにしろ。勝てるわけないでしょ、プロの。いや、でもそのやっぱお題次第ですよ。メタルアーティスト。なるほど。そう、あーやー、メタルっていうジャンルだったらね。そう、あー、似顔絵いきますか。似顔絵、似顔絵とか得意。あー、専門ではないですけど時々仕事で描きます。仕事で描きますか。おじいとかいいんじゃない、顔特徴あるし。おじいおズボン、うん、あのおじい知らないから、うん、それちょっとカンニング OK。あ、僕らは見ないでから。俺見ないでから、うん、おじいおズボン、お題、おじいおズボン、お題、おじいおズボン、似顔絵対決。似顔絵対決、プロの漫画家に素人2人が、そう、挑みますよ。挑みますよ、本当に、ね、おじいおで多分描けますわ、本当に。あの顔はやっぱ特徴がね、いや、おじいおズボンちゃうわ。いや、おじいおズボンですよね。おじい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 おズボン、誰が松竹芸能。え、じゃあ、じゃあ篠宮さん、ぶった切るじゃないんだよ。あ、違う、ぶった切る。メタルだから。何ですか。おじい、おじい、芸人としては確かにあるあるだけど、なんで急に松竹芸能と。いや、なんでだろうって思ったんですよ、私も。どういうことだろう。紛らわしいんだよ、日本だと。おじいおズボンさんはね、え、ど、そっから撮ってますから。あ、どなたですか、この人。おじいは、はい、昔、はい、イギリスの女王陛下に謁見する機会を与えられて、うん、おで、まあ、おじってすごいこう破天荒な性格で、普段からあのクソっていう言葉をすごい連呼しちゃう癖があって、まあ、あの英語で直すと F から始まるあの言葉、はい、うん、でもその、ね、女王陛下の前に行った時はさすがのおじもちょっとちゃんとしなきゃっていう意識が芽生えて、あの言葉は言わないようにしようって気をつけてたらしくて、でいざその目の前にした時、うん、なんとかその我慢しきったらしいんですけど、うん、その時にその横から奥さんのシャロン・オズボーンがバーってきて、うん、その女王陛下に、あなたはクソ素晴らしい人ねお前が言うんかいみたいなことがあったらしいんですけど、あそこね、夫婦ともども結構やばい。なんなら奥さんの方がやばいですよ、ね、奥さんの方がやばいぐらいの人なんで、こういうエピソードね、こと書かない人なんで。エピソード多分どんな芸人が束になってもかなわない。かなわないでしょうね。え、でもコウモリ食って狂犬病なんて、うん、ええー、世界世界遺産の、いや、ちょっと待って、え、コウモリ食べ、どういうことですか。ライブ会場で、まあ、そのお客さんが面白がっていろんなもの投げるっていうなんか習慣できちゃって、うん、おじいがそれ面白がって食べるっていう、なんか生肉とか牛肉とか、うん、そう、牛肉でもやばいけどね、うん、肉で、その中でのある日なんかコウモリのおもちゃが投げられた。で、王子はまたかって食いちぎったら本物のコウモリで、そのままだいぶ中心になって病院連れて帰って狂犬病の、狂犬病になったらもう致死率 100% だから。そうです、え、大丈夫だった、大丈夫だった王子は、まあ、鳩の頭も噛みちぎってますから、そうそうあ、すごい。なんか奥さんが、王子がなんかヘビメタの悪いイメージがあるから、うん、ちょっとイメージ出そうだ、あんた鳩使いなさいよって言って内ポケットに鳩入れてて、その記者会見に臨んだら鳩が死んでて、で困ったおじいは食いちぎっちゃった、はい、そう、場を和ませ、いや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 、より悪化したっていう、頭おかしいでしょでもやっぱそういう破天荒なエピソード多いじゃないですか。多いですね。そういうところに憧れ思ってるんですか。いや、でもやっぱ曲がいいね。あ、曲なんだ。曲がいい。で、やっぱボーカリストとしてやっぱあの人は最高、ね、最高。あ、そうなんです、ね、うん、実力も、うん、そう、いわゆるね、うまいっていうタイプじゃないけど、なんか個性派。そう、個性派、うん、聞けば癖になるタイプだね。そうなんですね。これ結構自信あるな。やべえ、じゃあできました、私。お、じゃあ誰から行きましょうか。あ、じゃあファドさんが行きましょう。僕から行きますか。じゃあまず僕のおじいおズボン、はい、こちらです。かわいい。あー、でもいい、いい、かわいい、これ後でちょっと喋ってほしいです。いい、これ似てるでしょ。似てる、特徴をつかんでるよね。目の下絶対やってる。そう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 、顔の形もちょっとこんな感じ、シワの感じもちょっと割れながら、これは傑作じゃないかなって。そっちのパターンか。そっちのパターンってなんだ。どんなパターンか。そっちのパターンってどういうことよ。いきます。じゃあちょっとメイネさん。あ、かわいい。食いちぎる直前じゃない。かわいい。歯と食いちぎるとして直前だ。お上手ですね。本当ですか、はい、初めて言われた。よく見てるから。お上手だと。お上手お上手ですね。
まあまあよくね、黒い丸メガネ、丸グラスとかね、してるイメージがあるけど。そうなんですね。じゃあ、はい、じゃあちょっと真打ちお願いします。真打ち登場。はい、カンニングしながら書いたんですけど、こちらですね。いや、うめえな。うまいな。うまいな。いやでも、メガネがちょっとポップじゃないですか。あれこうじゃないですか。メガネがちょっと何かの写真を見たってことね、これね。はい。あれでもこれパッと見て、おじゅうっぽくはねえな。あ、そうなんですか。確かに、そう、確かに。うまいけど。うまいけど。なんかちょっと、パンピー、パンピー感。もうちょっとあれか、老けてるというか。こういうのって、確かに。これか。あー、これ、おじいっぽくないやつだ。あ、そうなんですか。確かに、確かに。おじいっぽく、ちょっと貸して。おじいっぽくない写真を。おじいっぽくない写真を選んだ。なので、ここがメタル、メタルで知ってるか知らないかの。あー、これ、ハンデはこういうことか。やっぱ記憶で書くと、やっぱ特徴をなんか大きく出すから。これ、勝ったんじゃないですか、これと。いや、確かに。あ、もうちょっと顎はこう、しっかりしてるのか。輪郭というか。そうだね、顎と、メガネ、あとこのメガネは多分一般的に書けないんだよね。あ、そうなんですか。文字は書けない、うん、普段はね、あんまり普段、書けるっつったら、こっちの丸、丸メガネ、これなんで。これだったのか。だってよくこの表情、こういう表情。全然違う、ね、全然違いますね。これとかが、これが、あ、全然違う。あ、めちゃくちゃ似てますね。アダムスファミリー系の顔なんですか。あ、そうそうそ う, そう、ね、よく言われる文字が。勝ったでいいのかな。いや、ちょっとこれ負けちゃいました。まあちょっと勝ち負け誰が決めるかって問題もあるけど。コメントで誰が勝ったの。そう、ね、似てるの言ったら俺じゃないかな、やっぱり。確かに似てるな。めちゃくちゃ似てますね。これはもうありがとうございます。もう僕の勝ちで問題ないでしょうかね。すごい。じゃあ次行きましょう。なんかもう一個ぐらいやりたいな。もう一個やりたい。ちょっと、リベンジしたいでしょ。あ、そうですね。あ、ちょっと難しそうなとこ行ってもいいかもしれないですね。なんかのジャケ写とか、ね、人物行ったから。インパクトあるジャケットとか、ペインキラーとする。あー、むずっ。あれはむずいだな。かっこいい。ジューダス・プリーストのペインキラー、はい、お題はジューダス・プリーストのペインキラーです。はい、これはなかなかないの。いやー、ふわっ、センターだけわかんない。センターだけわかんないけど、いや、センターも俺はどういうあれだ。え、これ見ていいんですか、私。いや、見ていいっすよ。見ていいっす。だって知らないでしょ。あ、ありがとうございます。さっきみたいなことになるかもしれないから。そうそう、そのちょっとイメージと違う。そう、イメージと、どこに趣を置くかって。やっぱ趣趣ごめん、重点を置くから。趣なんかに乗ってんだよ。なんかに乗ってる、なんかなんだよ。ペインキラーのアルバム、ああ、どれが一番好きとかってあります？あん中で、あん中で、あ、どれだろう。俺一番最後の曲さ。あ、わかる。俺もそうかもしれない。なんかワンショットそうそうでゴーリーみたいな。意外と。いや、あの終わり方最高なんだよね。そうそう、あれどんなんだったっけあれ。いや、そうそう。意外と見てるけど覚えられない。見てるけどね。いや、これ記憶で書くの。いや、でもいいお題かもしれない。いいですよ、うん。このジャケットは有名なんですか。有名。このアルバム自体がね、すごい。すごい売れたし。あ、そうなんだ。メタルゴッドって言われてるの。メタルゴッド。メタルゴッド。ほう。あの、初心者が一番最初に聞くべきアルバムは何なんですか。でもこれもその1枚に入る。この1曲目はもうすごい。そうかもしれない。あ、そうなんですね。タイムリミット。まあまあいいっすわ。ダメだ、ダメだ。多分まあ、まあまあでもわかるよ。メダル好きが見たら。じゃあ次、メイデーさんからいきます。いきます、うん、ちょっと、こうやってコメントに困るさ、はい、いきます、ジューダス・プリーストペインキラー。いや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 、ちょっとお兄さん、いや、若い、その、何かバイクみたいに乗っかってる、なんか、ほんと、ギーノのやつがいたのよ。バイクみたいに乗っかってる、ギーノみたいなやつ。これ、ウロボロスみたいな。ウロボロス、まあ、なんか、ネッシーみたいになったけど。いや、ほんと、バンド名とタイトル書いてあるから終わりだよ。だ、不安で不安で書いちゃった。ちょっとせこいですよ。バケモンじゃん、ただ。いや、でもそんなん言うと。三つ首の。三つ首じゃん、これ。手、ひでえ、手です、手。手なん、手、ハンドルこうに。首の長さどうなってんの。人間じゃない。足どこにあんだよ。足、あの、なんか。胴と足。どうしない、バイクと合体してるみたいな。ケンタウロスみたいな。バイク。え、これは何ですか。これはね、なんか、そう、バーストみたいな。バーって。バースト、そう、あの、エンジンのバーっと。エンジンのバーストどっから出てんの。なんで真下と後ろから出てんの。真下と
いいんすよ。どこに進もうとしてんの。こういうのだったなっていう。そういいなそれ、絶妙に下手でいいな。クソムカつく。そんなの言うな。さっきオジーで優勝した。それ見たら結構自信持てるわ俺。じゃあ僕の、はい、ペンキラー、これです。そうだやっべ、そうだそうだそうだ、なんかこんなんやってた。そうイエーイみたいな感じで。いや、パダーさんもちょっと不安で書いてんじゃん。ビーストマークでさえこれで合ってたからなんか不安だけど。なんかドラゴンみたいな顔なんだ。ドラゴンかみたいな顔で、尻尾も生えてた気がするんだよな。何も見ずにここまで描けるのすごいな。本当にお上手ですね。いやこいつが確かなんかこう鉄の鎧に身を包んでるんですよ。なんかアメフトの選手みたいになってますけど。アメフトの選手みたいになっちゃったけど。ちょっとね、赤レンジャーみたいな感じになっちゃったけど、こんな感じだったと。ポイントめちゃくちゃ抑えてますね。嘘。すごい。やっぱその絵で覚える方なんで私。ビジョンで覚える方なんで、台本とかも。あれやべえ。なんか俺そう絵描くときなんかシャッシャッシャッってやっちゃうんですけど、それやんないですね。シャッシャッシャ。あの顔描くときシャッシャッシャッシャみたいなこう。影ですか。影やっちゃう。影じゃん、なんか。それのどこに影が。こんな。こういう影。こういう影。消せないところに影。消せない。こういう影。たぶん顔を描いたって、なんか分かるけど、まっすぐな線じゃなくて、ちょっとずつ、はい、雰囲気出そうとするね。そうそう、じゃないですね、うん、いやもうその時代は俺超えたんです。消せない消えないからね。やっちゃったな。あでもこれ俺相当似てると思うよ。ポイント高いぞ。ポイント高いでしょ。くそー、これをね、果たして超えてくるかどうか。いやー、どうかな。この小娘が、小娘が4歳しか変わんない、4歳しか。果たして超えてくるか、じゃちょっと見せてください。小娘やってやりましょう。はい、私が書いたのがこちらです。あ、うまい。あ、で、え、ちょっと似てんな。いや、めっちゃうまい。こんな感じなんですよ、雰囲気は。え、なんでこのそ のちょっとこれカンニングしたでしょ。俺してねえよ。のけそじくわよ、だってリンクして横にあるんだ、ちゃんと。すげえ。いや、でもそう、まさにこれだわ。え、でも構図とか、そんな構図が一緒なんだよ。ここ本当は下にあったんですよ、このお墓。え、あ、お墓か。こういうマーク的な。ジューダス・プリストのね、ちょっと見ていい。横に入る。そっか、このジャリジャリの。そうか、タイヤがなんかノコギリみたいな。タイヤがノコギリなんだ。なるほど。で、前と後ろで。あ、お墓で下なんだ。下なんだ。そうです、そうです。いや、これ、あ、すごいな、これは。すごいよ、これ。あ、すげえわ。ほんと左、右手か、右手を。え、マジめちゃくちゃすごいですね。左手だ。左手、そう。うん、で、右手で、すごいな、うん、いや、これは、あ、でもこれはちょっともう優勝だな、優勝だな、本当ですか、ね、やったというわけで優勝、高橋絵の具、はい、素晴らしい。顔どんなんだよ、顔はよくわかんないから。そうなんですよ、顔、モンペラーボみたいな。文句なしのビリって、あ、そう、逆だったあの、ここ逆でしたね。いや、逆が、そういう問題じゃない。この後ろのは何なんですか。後ろなんか、そう、海だと思ったら、青いの海じゃなかったんですね。海と山か、山とそうなんか海でしょ、空でしょ、空か、空と、なんか山の、はい、墓地みたいな。いやー